あれ？と俺は目を覚ますと、奇妙な感覚に襲われた。記憶がある。そう。かなこちゃんたちの様子を見に行って、それで。そうだ、僕は。思い出した。僕はマリに。なのに、なぜ僕は今ここにいる？腕時計を見ると、時刻は数時間前に戻っていた。この時間、僕はこの後、マリを探しに行って、小林さんたちの遺体を見つけて。腕時計を見ると、時刻はベッドで目を覚ました時に戻っていた。この時間、僕はこの後、マリを探しに行って、小林さんたちの遺体を見つけて。でもなぜ？考えたが、わからなかった。わかるはずもない。だけど、理屈ではない。あの時の選択と違う選択をすれば、言い残っている人を助けることも、犯人を見つけることもできるかもしれない。でもこれは、マリに説明しても、きっとわかってもらえない。混乱させるだけだろう。僕の中だけに留めて、行動しよう。僕はそう決めると、立ち上がった。ふと目を覚ますと、僕は一人ベッドに倒れ込んで眠っていた。腫れぼったい感じのするまぶたをこすりながら部屋を見回す。マリの姿がない。マリ、とりあえず呼んでみる。やっぱり返事はない。腕にはめたままの時計を見ると、3時50分だ。シャワーでも使っているのかと耳を澄ますが、窓越しに甲高い風のうなり声が聞こえるだけだ。僕は立ち上がってドアに近寄った。開いている。ほんのわずかだが、ドアは確かに開いている。僕は戦慄した。ぐっすり眠りこけている間に、誰がここへ鍵を開けて入ってきたのだろうか。そして眠っているマリを、そっと運び出したのだろうか。いや、絶対にそんなことはない。どちらの目も覚まさず、そんなことができるはずがない。それに大体、そんなことをする必要がない。マリは何か理由があって、自発的に部屋を出て行ったのだ。例えば、何かを取りに自分の部屋に戻った。あるいは、シャワーを使いに自分の部屋に戻った。そう。起こしてはいけないと、僕のことを気遣って。何にせよ、彼女は今一人だ。心の中に黒い不安がこみ上げてくる。とにかく無事かどうか確かめなければ。迎えに行かなければ。みんな眠ってしまったのか、廊下はしんと静まり返っている。明かりはまだついたままだ。僕は、なんとなく忍び足で、マリの部屋の前までやってきた。マリ。ドアをノックして、呼びかける。返事がない。耳をドアに押し当てて、中の音に耳を澄ます。やはり風の音しか聞こえない。シャワーを使っていたとしても、バスルームはドアのすぐ近くにある。何も聞こえないはずはない。僕は、ノブを掴んでひねってみた。拍子抜けするほどあっさりとドアは開いた。マリ、いないのか？僕がそう呼びかけたとき、階下から悲鳴が聞こえてきた。悲鳴には、本当の恐怖に直面したときの悲鳴には、それを聞いただけで人を震え上がらせる効果がある。今の悲鳴がそうだった。マリが何か恐ろしいものに直面して助けを求めている。そう分かっていても、僕の足は一向に動いてくれなかった。あれほどの悲鳴を上げさせる者にはお目にかかりたくない。そんな気持ちでいっぱいだった。再び彼女の悲鳴が聞こえた。先ほどのものより弱々しい、恐怖というよりも、
悲しみに彩られた悲鳴だった。2階はまるで人が消えたかのように静まり返っている。悲鳴を聞きつけて誰か飛び出してきてくれないものかと期待したが、そんな気配すらない。僕は一刻も早くマリの元へ行こうと思った。勇気を奮い起こして階段へ向かう。この階段、こんなに音がしただろうか。驚くほどきしむ階段を恐る恐る降りていく。談話室には誰もいない。玄関に出て乾燥室の方を覗き、僕は一瞬心臓が止まったかと思った。地下室の扉が開いていたのだ。次に心臓はドクドクと恐ろしいほどのスピードで打ち始めた。マリ。喉の奥から絞り出した声は自分のものとは思えないほどかすれた声だった。加山さんは地下室から脱げ出したのだろうか。一体どうやって。それとも逆に誰かが鍵を開け中へ入っていったのだろうか。だとしたら一体何のために。その時バタバタと大きな足音が響いてきた。僕は驚いて飛び上がりそうになった。振り向くとそこにはマリがいた。走ってきて急に止まろうとして転びそうになっている。トール。彼女は驚きと安堵に入り混じった声を上げる。マリ、一体何があったんだ。彼女は僕の問いに答えず胸に飛び込んできた。しっかりと震えるその肩を僕は抱き止める。どうしたんだよ。さっきの悲鳴は、マリか。おじさんが、おじさんと、おばさんが。それだけでおよその想像はついたが、僕はそれを認めたくなかった。またしても誰かが、今度は小林夫婦を襲ったとでも。そんなことあるわけがない。罪のない人たちが次々と殺されるなんて、そんなこと許されるはずがない。まさか、小林さんたちまで。呆然と問いかける僕の胸で、マリは黙って何度もうなずいた。一体誰が。僕は地下室を振り返った。加山さんはどうしたのだろうか。もしかしたら加山さんが地下室を抜け出して、小林さんたちを。僕は、加山さんが地下室にいるかどうか確認するのが先だと思った。マリ、いいか。離れるんじゃないぞ。僕は胸元から彼女の顔を引き離し、無理やり上を向かせてそう言った。恐怖と涙で歪んだマリの顔。僕がじっと見つめると、やがてこくりとうなずく。僕は彼女の手を取り、地下室へ向かった。加山さん。下へ伸びる階段に向かって僕は呼びかけた。返事はない。ゆっくりと足を下ろし、一歩ずつ階段を降りていく。後ろに回した手は、マリの手をしっかりと握ったままだ。裸電球が、冷え冷えとしたワイングラの唯一の明かりだった。その明かりの下、加山さんはうつ伏せに倒れていた。顔は真横を向いていて、目はカッと見開かれている。その顔を中心として、半径1メートルほどのどす黒い血だまりができていた。加山さんまで。もはや正常な思考ができる状態ではなくなっていた。バラバラ死体、姿なき襲撃者、殴り殺された緑さん。そして小林夫婦に、加山さん。もうこれは、推理だの、謎解きなどと言っていられる状況ではない。どうやって朝まで生き延びるか、それを考えない限り、僕やマリも殺される。そう思って行動するよりない。
もう嫌。もう嫌。マリは僕にしがみついて泣き続けている。目がうつろだ。マリ、マリしっかりしろ。しっかりしてなきゃ、俺たちも殺されるぞ。僕が肩を掴んで揺さぶると、瞳に光が戻ってきた。さあ、とにかく上に上がろう。何をすればいいのかわからなかったが、とにかく、いつまでも死体と一緒にいたくはなかった。マリを引きずるようにして階段を登った。玄関でしばし立ち尽くし、何をするべきか考えた。小林夫婦の様子を見に行くか、それとも全員に、生き残っている人全員に、このことを伝えるのが先か。生きている人間の方が先だ。特に、奥さんの春子さんには、一刻も早く知らせてあげるべきだ。とは言っても、もしも春子さんが犯人だとすれば、その必要すらないが。マリの手を握ったまま2階へ戻り、みんなの部屋のドアを叩いて回った。起きてください。起きてください。非常事態です。お願いです。起きてください。三木本さんや加山さんの部屋からは反応がない。ドアの一つが、そっと細めに開いた。OL 三人組の部屋だ。かなこちゃんが、目だけをキョロキョロと動かして、僕とマリを見つめている。服を着替えた様子もないから、ずっと起きていたのだろう。また何か、あったの。僕が重々しくうなずいたとき、春子さんがドアを開けて、廊下へ出てきた。奥さん、ご主人が。僕は言いよどんだ。マリは再び泣きながら、顔を背ける。そんな僕たちの様子を見て、彼女は一瞬で事態を察したようだった。ふっと、顔から血の気が引いたかと思うと、よろめいて壁に手をついた。慌てて駆け寄ろうとしたが、彼女は手でそれを制した。大丈夫。大丈夫です。それで、主人はどこで？地下室です。僕が答えると、彼女は何度か深呼吸してから、一階へと降りていった。旦那が死んだなどと聞いたら、気絶してしまうのではないかと思っていたが、彼女は見かけによらず、ずっとタフなのかもしれない。あのおじさんが、殺されたの？かのこちゃんが声を潜めて聞く。それだけじゃありません。どうも、オーナーと、その奥さんも。三人も。後ろから、残り二人の、ヒューッと息を呑む音が聞こえた。あなた方三人はずっと起きていたんでしょう。何か物音を聞き、ドアを閉められてしまった。耳を澄ますと、部屋の中から、誰かの泣き声と一緒に、奇妙な呟きが聞こえてくる。天に増します我らの父よ。前より子羊よ。お救いください。誰かクリスチャンがいたらしい。僕は、もうドアを開けてくれと頼む気にはなれなかった。どうせこの三人の中に犯人がいるとは思えない。むしろ、こうやって閉じこもっていた方が、彼女たちにとっては安全だろう。二階にはあと一人、三木本さんがいるはずだ。なぜ出てこないのだろう。彼がみんなを殺したのか。そんな思いを抱きながら、僕は三木本さんの部屋の前に立った。三木本さん、三木本さんいないんですか？さっきより強くドアを叩く。相変わらず返事はなかった。そっとノブを手にかけ、ゆっくりと回した。驚いたことに、鍵はかかっておらず、ドアはあっさりと開いた。どこかに行っているのだろうか。そうではなかった。三木本さんは、ちゃんとベッドに横たわっていた。
こんな状況でロックもしないとは、一体どういう神経なのだろう。殺されない自信があるのか、それとも彼こそが。三木本さん、起きてください。三木本さん。僕はベッドに近づき、耳元でわめいた。しかし、彼はピクリとも動かなかった。まさか、マリが絶句する。まさか死んでるんじゃ。僕も一瞬そんな考えを抱いた。そんなことあるわけないよ。疲れてたんだよ、きっと。三木本さん。三木本さん。シーツの上から、恐る恐る体を揺すってみる。丸太みたいに硬直している感じだ。脈、取ってみたら。バカなこと言うなよ。あれから怪我も何もしてないのに、どうして死ぬんだよ。そう言いながらも、シーツの上に出されている腕を、そっと掴んでみた。僕は思わず手を引っ込めた。氷のように冷え切っていたのだ。三木本さんまで殺されたのか。僕は慌ててもう一度手首を掴み直し、慎重に脈を探った。やっぱり死んでるのね。マリが泣き笑いのような顔で聞く。僕は黙ってうなずくしかなかった。脈は完全に止まっていた。しばらく立ち尽くしていた。何も考えられなかった。いざ犯人と対決となった時、一番頼りにできそうだった三木本さん。その三木本さんまでが殺されてしまうとは。いや待てよ。本当に殺されたのだろうか。三木本さんは殺されたんじゃないのかもしれない。マリが驚いたように顔を上げる。どういうこと？三木本さんは頭を広く殴られていた。もしかするとあの時、脳内出血を起こしていたのかもしれない。そうなると、時間が経つにつれて頭の中に血液が溜まって、脳を圧迫することになる。放っておいたら死んでしまう。じゃあ、自然死？元々の原因は殴られたことだから、殺されたことには変わりはないけど、他に外傷が見当たらない以上は、そう考えるしかないんじゃないかな。どっちにしても、三木本さんが死んでしまったことには変わりはない。ただ、殺人鬼に殺されたと思うよりは、怪我が原因で死んだと考えた方が気が楽だった。ねえ、トール。突然マリが驚いたように自分の口を手で押さえた。どうかした？三木本さんはここで死んでる。加山さんも、おじさんたちも。じゃあ、みんなを殺したのは、やっぱり。俊夫さんしかいない。犯人は、やっぱり俊夫さんだったのか。ということは、緑さんの死を悲しんで見せたのも、加山さんを殺しかねない様子を見せたのも、全部芝居だったというのだろうか。春子さん、一人で大丈夫かしら？マリが心配そうにつぶやく。大変だ。もし俊夫さんが犯人で、もう何か見境もなくなっていたら。僕を除けばあとは女性ばかりだ。一対一で戦う羽目になったら、僕に勝ち目はないかもしれない。みんなで団結しなければ、また新たな犠牲者が出ることになるだろう。僕は思った。マリの前で弱音は吐けない。マリの目がなかったら、僕は泣き叫んで、こんなところからとっくに逃げ出していたかもしれなかった。決して勇気がある方でもないし、喧嘩に自信があるわけでもない。でも、彼女の前で無様な真似だけ見せたくなかった。加山さんの奥さんや女の子たちに、警告だけはしといた方がいいだろうな。僕は努めて声が震えないように、ゆっくりと言った。それから、小林さんたちの様子も見てこないと。いや、あそこへは、
あそこへは行きたくない。マリは激しい口調で言い、何度も首を振った。僕は彼女の上げた恐ろしい悲鳴を思い出した。きっと、二度と見たくないような光景だったのだろう。僕だって、危険を冒してわざわざそんなものを見に行きたくはない。仕方ないな。マリは、女の子たちの部屋に入れてもらって、一緒にいればいい。じゃあ、トール一人で。大丈夫、すぐに戻ってくるから。勤めて明るく言ったが、不安は増すばかりだった。女の子たちの部屋に行き、再び強くノックする。開けてください。お願いします。マリとしばらく一緒にいてやってください。ドアの向こうは静まり返っている。入れてはもらえないのか、と思ったとき、ドアがそっと開けられた。マリさんだけ？メガネのアキちゃんが、やつれた顔で尋ねる。ええ、僕は今から下の様子を見てきますから。ならいいわ。帰って。マリは頭を下げながら入る。ドアが閉まる前に、僕は言った。図書さんが来ても、絶対にドアを開けないでください。いいですね。返事はなかったが、多分大丈夫だろう。僕は大きく一度深呼吸をしてから、一階へと向かった。息を殺し、忍び足で階段を降りる。快適だったはずのペンションが、今ではまるで違う建物に見える。曲がり角、そして部屋の隅の、家具の影。そういった暗がりで、敏夫さんが息を潜めて待ち構えているような気がした。奥さん、春子さん、いますか？地下室のドアから下へ呼びかける。後ろに誰かが忍び寄っているような気がして、何度も何度も振り返る。やがて、春子さんがゆっくりと上がってきた。涙を流した様子はないが、今にも倒れそうな青白い顔をしている。僕は少しほっとして言った。ああ、奥さん、無事でしたか。一人じゃ危ないですよ。二階で、女の子たちと一緒にいてください。春子さんは、僕の言葉が通じないみたいに、スーッと脇を通り抜け、幽霊のように二階へと上がっていった。なんとなく不安だが、とりあえず小林さんたちの様子を見に行くのが先だと思った。談話室に転がっていたモップの絵を取り、構えながら食堂へと入っていく。テーブルの下に、敏夫さんが潜んでいやしないかと、改めながら進む。突然鳩時計が鳴ったので、心臓が飛び出しそうになった。時計を見ると、4時25分。夜明けまであと数時間。裏口を通り過ぎてさらに進むと、三つの部屋があった。突き当たりの部屋が小林さんたちの部屋だ。ドアを軽く押してみた。開いている。僕はまず、ドアが壁に当たるまで開けてから、足を踏み入れた。ドアの陰に隠れているかもしれないと思ったからだ。明かりはついたままだった。こじんまりとした台所に、隣の畳敷きの居間が、明るく照らされている。ごく一般的な家庭のダイニングだ。こうやって見ると、何も変わったところはないように感じられる。小林さんがいた。壁に背中をつけ、足を投げ出して床に座り込んでいる。小林さんの腹には、包丁が突き立っていて、座り込んでいるあたりは血の海と化していた。自分で抜こうとしたのだろうが、まるで切腹でもしたみたいに、両手で包丁を掴んでいる。胃液がこみ上げ、僕は口を手で押さえた。吐いてしまいそうだったので、慌ててバスルームへ駆け込もうとした。バスルームのドアを開いた途端、何かがこちらに落ちてきた。血まみれの手だった。ヒーッと、情けない声を上げそうになった。バスルームの壁や洗面台に、真っ黒な血が飛び散っている。裸の京子さんが
入り口でバスタブのヘリに頭を乗せ、息絶えていた。そして、ガラス玉のようなうつろな瞳が、じっと僕を見つめていた。マリはこれを見て、たまらず悲鳴を上げたのだ。しかもマリにとっては、血のつながったおじさん夫婦なのだ。一体どれほどの衝撃を受けたことだろう。それを考えると、マリがまだ正気を保っていられるのも、見かけによらぬ強い意志の力が働いているのかもしれない。一刻も早くマリの元へ戻りたかった。二三パートずさって、二人の死体が見えなくなると、一目散に走り出した。もう、ゆっくり警戒しながら歩くことなどできなかった。ただもう、少しでも早く、ここを離れたかった。裏口を通り過ぎるとき、ドアノブに、血のようなものがついているのに気がついた。なぜこんなところに。僕は気になって立ち止まった。よく見ると、ノブだけでなく、床のあたりにも血のようなドス黒い跡がある。あの時、僕はここで、マリが心配になってドアを開けなかった。その後のことを考えると、もしかしたら外には敏夫さんが。敏夫さんが犯人じゃないことは分かっている。まだ生きているのかも。ゆくりとツアを飲み込んで、ドアに近づいた。血に触れないように、そっと指でドアノブを掴んで回したが、鍵がかかっているドアは開かなかった。つまり、敏夫さんはここから逃げたわけではない。そういうことだろうか。小林夫婦を殺した後、ここを通る際に、ついノブに触れてしまったということだろうか。しかし、それにしては付着した血の量が多すぎるような気がした。血まみれの手にノブを掴んだ。そういう感じだったのだ。僕は慎重にロックを外すと、ドアを小さく押し開けた。風の音が一段と高まり、吹雪が吹き込んでくる。たじろいだ一瞬、雪の中に赤いものが見えた。血だ。大量の血が真っ白な粉液に垂れていて、毒々しいシロップをかけた氷いちごのように見える。一体、誰の血だ？驚きながら立ち直ると、僕は疑問に思った。敏夫さんが小林夫婦を殺したのだとすると、死体の様子からして、ある程度返り血を浴びただろう。しかし、それがこんな風に流れるわけもない。また誰か、別の人間が殺されているのだろうか。それとも敏夫さん自身が、小林さんが誰かを殺すときに、死に物狂いの抵抗を受けて、怪我をしたのだろうか。僕は意を決して、荒れ狂う吹雪の中に足を踏み出した。ドアを開け放ったまま、そこから漏れる明かりを頼りに、血の跡をたどる。スリッパ履きのため、一歩ごとに足元から凍りついていくようだ。五六歩も歩くと、明かりもその力を失い、降りしきる雪の中では、もや血痕をたどることもかなわない。僕は立ち止まり、闇の中に目を凝らした。闇の中で、獣のように光る二つの見えが見えた。と思った途端、吹雪の中から白とも黒ともつかぬ影が叫び声を上げながら飛びかかってきた。モップを構える暇もなく、僕は雪の中へ仰向けに押し倒された。恐ろしい力が首を締め付け、僕の頭を雪の中へ沈める。誰だ？僕が潰れたような喉で叫んだ途端、すっと首の力が緩んで、驚いたような声が聞こえた。トールくんか？敏夫さんの声だった。僕を殺すつもりじゃなかったのだろうか。敏夫さん？上にのしかかっていた力が急に消え失せ、どさりと倒れ込む音がした。恐る恐る身を起こすと、雪の中に倒れている敏夫さんの姿が、ぼんやりと見えた。
その額は血まみれで、顔は雪よりも白かった。加山さんや小林夫婦を惨殺したかもしれない、敏夫さん。その敏夫さんもまた、ひどい怪我をしている。逃げ出すべきか迷ったが、結局僕はその場に留まることにした。敏夫さん、一体何があったんですか？敏夫さんは、まるでさっきの馬鹿力で燃え尽きたみたいに、今にも消え入りそうな声でつぶやいた。あいつだよ。やっぱりあいつだったんだ。あいつって？僕は尋ねたが、その声はもう敏夫さんの耳には届いていないようだった。妙な音がしたから、廊下に出た。そしたら、オーナーの部屋のドアが開いてた。中を覗き込んだ途端、頭を殴られた。あいつが、ドアの陰に隠れていやがったんだ。俺は必死で裏口まで逃げた。息が苦しそうだ。あいつって誰なんです、敏夫さん。僕は敏夫さんに這い寄り、顔を近づけて叫んだ。ドアを飛び出して、外へ逃げたのは良かったんだが、中から鍵をかけられちまってこのざまさ。俺はもうダメだ。やられるなよ。あいつはきっと、全員を。敏夫さんの声が聞こえなくなった。敏夫さん、誰なんです？誰がこんなことを。僕は雪に埋もれていく敏夫さんの肩を掴んで揺さぶった。もう死んだのかもしれない。たとえまだ息があっても、医者もいないこの状況では助かりようがない。僕は敏夫さんの体を引きずって、裏口から中へ入れた。ドアを開け放したままだったせいで、中まで雪が積もりかけている。比較的暖かそうな食堂まで引きずっていき、僕は敏夫さんの心臓に耳を当てた。どこを探っても、鼓動は感じられない。明かりの下で見る敏夫さんの顔は、まさに死人そのものだった。僕は混乱しきっていた。敏夫さんは犯人ではなかった。あいつにやられたという。小林夫婦も、同じあいつにやられた。あいつとは一体誰だ？生き残っているのは、僕とマリを除けば、春子さんと OL 三人だけじゃないか。みんな女らしい。特に体力がありそうなタイプでもない。それが小林夫婦を襲い、敏夫さんまでも殴り倒したというのだろうか。もしや加山さんが。そういえば、加山さんの脈を取っていなかったことを思い出した。あの人の死体には、僕もマリとも触れてなかった。もしかしたらあれは単に、死んだふりをしていただけだったのではないか。そしてまだこの建物の中をうろつきながら、僕たちを殺す機会をずっと狙っているんじゃないのか。加山さんが本当に死んでいることを確認する必要があると思った。僕はモップを握り直して、ゆっくりと食堂を抜け、地下室への扉へとたどり着いた。最後に見た時と全く変わらない様子で、ドアは半分開いている。僕は大きく深呼吸してから、階段を降り始めた。半分も降りないうちに、加山さんの体が見えてくる。発見した時と同じように、階段の下で倒れている。あれが、死んだふりだなんてことがあり得るのだろうか。小林さんたちを殺し、敏夫さんを襲った後で、地下室に戻ったというのか。最後の階段をさらに慎重に降りると、僕はまず加山さんの周りをゆっくりと回った。今日一日で何度も嗅いだむせ返るような匂いが、加山さんの頭の下から流れ出た黒ずみが血であることをはっきりと示していた。モップの柄の先で軽く加山さんの体をつついてみた。何の反応もない。ひざまずき、加山さんの手首に触れた。冷たい。脈を取ったが、やはり何も感じられない。
やっぱり加山さんは死んでいる。ほっとしたのも一瞬だった。加山さんはやっぱり死んでいる。では一体どういうことになるんだろう。ゾンビが、生ける屍が、見ていない間に歩き回って、人を殺しているとでも。でなければ女性の中の誰かが、恐ろしい殺人鬼だと考えるしかなくなってしまう。待てよ。生ける屍。僕はそっとひざまずくと、吐き気をこらえながら加山さんの顔を観察した。目はカッと見開いていて、割れた額には、血で固まった髪の毛がこびりついている。心臓のあたりに手を当てて、鼓動を探った。服を通してさえ体温のないことがはっきりとわかるし、かすかな鼓動さえも感じられない。そうか。ジグソーパズルのいくつかの断片が、音を立ててピタリとはまった。この悪夢のような事件の張本人が誰か、今ようやくわかった。それは、犯人は三木本だ。僕がそう確信したとき、建物のどこかから悲鳴が聞こえてきた。マリ。いや違う。マリの声じゃない。そう信じたかった。階段を駆け上がり一階へ。誰かが廊下を走る物音が聞こえる。また誰か犠牲者が出たのか。クソ。もう少し早く、ほんの少し早く真相に気づいていれば。階段を登ると、加山さんの奥さん、春子さんが倒れているのが目に入った。素早く左右に目を走らせるが、他に人影はない。あいつは部屋に戻ったのだろう。僕は足音を伏し伸ばせて、春子さんに近づいた。ダメだ。一目見ただけでもう助からないことがわかる。ぱっくりと割れた額から流れ出した大量の血。すでに何も見ていないうつろな瞳。犯人の正体が分かった今、死体を前にして恐怖よりも悲しみよりも、怒りの方がはるかに強かった。僕は勃本握りしめると、三木本さんの部屋のドアを開けた。ベッドの上には、最後に見た時と同じように、三木本さんが横たわっている。三木本さん、もう死体のふりはしなくてもいいんですよ。僕は閉めたドアにもたれかかると、声をかけた。死体は、微動だにしなかった。僕の推理は間違っていたのだろうか。そう思い始めた時だった。あと少しだったんだがな。バレちまっちゃしょうがない。三木本さんはむくっと体を起こすと、両足をベッドから下ろした。なんでわかったんだ。あなたの手は冷たすぎたんです。ここよりも寒いところにいた加山さんの手よりも冷たかった。まるで、雪か氷をずっと触っていたみたいな冷たさでした。なるほどな。ちょっと冷やしすぎたか。三木本さんは舌打ちしながら言い、服の下から何かを取り出す。拳銃でも出すのかと思って緊張したが、どうも丸めたタオルのようだった。それを使って、脈を止めたんですね。ああ、そうだ。脇の下にボールなどを挟んで、腕を強く押し付けると、手首の脈を止めることができる。血行が止まるのだから当然のことだ。三木本さんは、誰かが調べに来ることを予想して、手を窓の外の雪で冷やし、脇の下に丸めたタオルを挟み込んで待っていたのだ。あまりにもたくさんの死に直面しすぎたのだ。そのため、一つ一つの死をきちんと検証する余裕などなくなっていた。そうして、こんな単純なトリックを見破ることすらできなくなってしまっていたのだ。最初の時点で見破っていれば、春子さんは死なずに済んだのに。なんでこんなひどいことしたんだ。みんな何の罪もない人たちだったのに。僕は怒りを抑えずに叫ぶと、三木本さんは、いや、三木本は、心外だとでも言った表情を浮かべた。
人間ほど罪深い生き物はいないさ。たくさんの命を奪って生き延びてるんだからな。そんなのはただの奇弁だ。なぜみんなを殺したんだ。加山さん、小林さんや敏夫さん、みどりさん、それに田中さん。田中？そんな奴を殺した覚えはないね。ま、ある意味では殺したと言えなくもないが。彼の言うことはまるで理解できなかった。しかし、なぜ一人でここへ来たんだ。みすみす殺されに来たようなものじゃないか。三木本は話をそらした。目につくところに凶器は見当たらないが、自信たっぷりの表情だ。残ってるのは女の子ばかりだ。危ない目に遭わすわけにはいかないじゃないか。ほう。一発の非同期類か。命は大事にした方がいいぞ。と言っても、もう手遅れか。近寄るな。僕は慌ててもっぽう構える。三木本は意に介さない様子で、ゆっくりと近づいてくる。僕はその異様な殺気に押されて、後ろへ下がった。すぐに背中がドアにぶつかる。後ろにノブを探っていると、三木本はあざけるように言った。逃げるのか？逃げて女に助けを求めるのか？ダメだ。読まれている。さらに近づいてくる三木本に、僕は叫びながら飛びかかった。三木本は振り下ろすモップを水道かわした。そして次の瞬間、僕の背後に回り、首に腕を巻きつけてきた。その手には、どこから取り出したのか、飛び出しナイフが握られている。残念だったな。終わりだ。喉に冷たいナイフの刃が当たる。トール？その声が聞こえた途端、ドンと音がして三木本がふらついた。僕は我に帰ると、ナイフを持った手を両手で掴み、ひねりながら逃れてた。三木本は、うめき声を上げながらナイフを取り落としたが、すぐに僕の手を逆手に上げて、ベッドに押し倒した。首に、彼の両手がかかり、ぐいぐいと締め上げてくる。呼吸ができないだけでなく、気管が指で突き破られそうに痛い。頭の中に白い空白が生じ、どんどんそれが大きくなっていく。ふと、上にのしかかっていた体重が消え失せた。吐き気と咳が同時に込み上げてくる。うけ、うっすら目を開けると、開いたドアの前にマリが立っていた。自分の血まみれの両手を、呆然と見つめながら。僕の視線に気づいた途端、彼女は走り寄ってきた。トール。トール、大丈夫？僕は声が出せず、何度もうなずいた。よかった。私、トールも殺されちゃったのかと思った。彼女は、僕の首にかじりつき、泣きしゃくった。マリは僕の命を助けるために、三木本を刺したのだ。一瞬でも、血まみれのマリを不気味だと思ったことを、僕は恥じた。彼女がいなければ、僕は死んでいた。そしておそらくマリも、あの OA たちも、みんな殺されていたに違いない。この三木本に。床に倒れた三木本を見ると、もう動きを止めていた。マリが死に物狂いでぶち当たった勢いで、ナイフは彼の背中の真ん中に、えまで突き刺さっていた。一撃で心臓まで達したに違いない。これまで彼が犯していたどの殺人に比べても、流れた血の量は驚くほど少なかった。まるで、彼の体には、人並みの血液が流れていないかのように。しかし、一体なぜ彼は、こんな恐ろしいことをしなければならなかったのか。そして、
殺せなかったはずの田中さんを彼は一体どうやって殺したのだろうか。彼が死んでしまった今となっては、それらの疑問に答えてくれる者はいない。しかし、今はただマリと二人、こうやって抱き合いながら朝を待てばいい。もう、悪夢のような長い長い夜は、終わったのだから。犯人は分かった。けど、たくさんの人が死んでしまった。もし、また過去に戻れるなら、みんなを助けることができるかもしれない。でも、今のままでも、マリは生きている。今のままでも。いや、やっぱりダメだ。よくわからないけど、今僕は過去に戻れる。ゲームみたいに、やり直せる。やろう。誰も死なせたくない。そして僕は、もう一度自分をリセットした。